ゃそうだろう。残念だったの。お父さんが生きてればあの日に三浦なんて怠けだったかもしれない。残念だったの。すごい雪だね。名前入り予定言って。ケイチの国さ、田中させてさ、名前入れようって孫は言うのは仕方ない、入れてやろう。向こう側の方が楽だから、帰りお母さん向こう側降りるためには道作ってやった。こっちすごい急だけど、こっちの方がなだらかだ。結構滑るよ、掘りに行くんだから。ナオコさんなんかたんまげて、俺お母さん登ってきたんです、どっから来たんだろう。ね、そっちが急でしょ、こっちだからこっちが滑るよ。女滑るとみんな落ちた。雪男さんって雪男だけど。